壺に入ったルオーカンルオーカンはベトナムのライスワイン。ベトナム語でルオーは酒、カンは管を意味する。主にエデ族やムノン族、コホ族など、タクラクショウやラムドンショウなど、中部高原の山岳部に居住する少数民族の間で作られている。コホ族はタノン、エデ族はクピーチェとも呼ぶ。東南アジア一帯に広く分布する壺酒の一種である。 原料には白いもち米を使い、黒米や赤米は基本的には使用しない。番目塔と周辺では、キャッサバや白い雑穀など安価な原料を米の代替品として加えるが、全体の半分以上は米にしないと、量感の味が悪くなる。米は固く炊き上げてから冷まし、米に対して4から5%の量の麺を数回に分けて散布する。なお、香り付けや、 着色のために米飯を意図的に焦がす場合もある。麺は透化のための小型のものと、アルコール発酵のための大型のものを、5、1から14、1の比率で散布する。麺を巻いた米飯を入れる容器は、コホ族はバナナの葉を敷いた、透正のカゴを、無農族は壺を用いる。コホ族は虫にしたもみ殻を容器の底に5から6センチメートルの厚さに敷き、米飯を乗せる。 無農族の場合は、最初の炊飯時に、米の半量ほどのもみ殻を混ぜておき、容器の底に2センチメートルほどもみ殻を敷いて、米飯を乗せ、さらにその上に3から5センチメートルほどもみ殻を、かぶせる。容器に紙で蓋をし、室温で1番から1日かけて糖化を進行させる。この間、もみ殻は、糖化液を保持する役割を果たす。甘酒のような匂いが生じたら10が十分に。 行われたと判断し、容器の中身を発酵用の小さな壺に移す。内容物の中央に穴を掘り、もみ殻を壺一杯に詰めて、バナナの葉などで蓋をし、数日間発酵を進める。もみ殻の上に、無ン族は団子を、エデ族はグアバの葉を、それぞれ乗せて、量缶に甘みや苦みを加えることもある。さらにもっかいをコ部に塗布して密封し、1ヶ月ほど、 熟成させる。民族によっては、庭に一年以上埋めて、長期熟成させるケースもある。文タウで土器に入れて販売される両缶発酵が完了した、両缶を飲む際には、蓋を開けて、上部の揉み殻を除去し、水を注いで米粒に浸透するまで30分ほど待つ。主人が死因して、状態を確認した後、客などに進めて飲み始める。休館酒として、 壺に刺した痴管から直接飲んでも良いが、焼却に進める場合は、裁ンの原理で竹製のコップに移し、家の柱と同じ数である4杯を飲むよう求める。主として男性が飲むが、作り手である女性にも注いで、進めるのが礼儀とされる。壺の中身が少なくなったら、水を足して飲み続け、翌日には残さない。 客は帰る前に改めて一杯飲み、礼を述べる。ありがとうございます。